はい、とうとう届きました。マムシ酒でございます。酒好きな、飲酒動画ではありません、今回はね。紹介動画。こちらですね、メイリという、メイリ酒造、メイリ酒類株式会社という、ところから出てるですね、マムシ漬け用の、度数が47度の、1.8 リットルのね、もの。で、つけました。ああ、見えないかな。あのね。よっ。中にね。だいたい45センチぐらいかな。45センチぐらいの、マムシが入っております。まあ、こちらヤフオクで、送料込んで、8000円か。ちょうど8000円ぐらいですね。ちょうど8000円で、購入いたしました。で、2000の、16年の1月の1日に、つけたとなってます。一昔前まで地方の農家なので、マムシを焼酎につけた一升瓶かをよく見かけなものですが、マムシ酒は、動物系の薬用酒として日本でも中国でも珍重されております。マムシ漬け用メイリはアルコール度数、47度で、マムシ漬け用として最適です。マムシ酒の作り方、マムシに餌を与えず3週間ほど水につけて水洗いした後、マムシ漬けをメイリにつける。最低3年は漬け込んでおくことが大切で、そうすればマムシに含まれる有効成分がよく溶け込んできます。アルコール度数は45度から50度が最適であり、低い度数のものでは腐敗して、悪臭の元になり、またこれ以上の度数ではタンパク質が固まって美味しいマムシ酒ができません。普通はマムシ1匹に目、このメイリー 1.8 リットル1本の基準ですと書いてあります。なるほど。なるほど。まあ、最低3年って書いてありますけど、これね、今ね、飲むとですね、これ、マムシって死ぬ、この、つけて、死ぬ直前になんか、毒をこう吐くらしいんです。で、毒を吐いたらですね、結局この中に毒が入ってるわけじゃないですか。だから、これ、つけた直後っていうか、1年経たずに飲んでしまうと、どうやらですね、まあ、その毒が、毒素が消えないうちに飲んじゃうわけなんで、ちょっと体によろしくない。ので、一応1年は最低つけないと、やばい。で、こちらはですね、まあ、1年後に飲むということで、なってます。1年後にはね、まあ、大体飲めるかなと思います。で、あとは、このマムシはですね、3ヶ月、水だけで、クソ出しという、まあ、いわゆる、排泄物を出して、ね、なんか、ヤフオクの説明に書いてありましたが、3ヶ月間、水だけで、まあ、飼育し、まあ、クソ出しをして、ますと書いてありましたんで、まあ、クソ出しをしないと、なんか死ぬ直前に、死んだ直後か、にね、ブリブリブリって出るらしいんですよ。動画で見たんですけど、ブリブリって出るんですよ。うん。なので、まあ、そういうことでしょうね。はい。ということで、まあ、こちら飲むのはですね、まあ、また、
1年後と、いうことで。まあ、本来はね、ごめん。このまぶし漬け用のメイリ自体がね、まあ、47度って書いてあるんで、これ自体、ちょっと飲んでみたいんですけど、ちょっと飲んではみたい。なんか、ウォッカ、度数的にまあ、ウォッカとか、あれなんかな。ウォッカ的なやつ。原材料がアルコールって書いてあるから。原材料がアルコールとしか書いてないんですよ。原材料アルコールってなんだよって。それ原材料なのか。なんか、工業用アルコールかなんか使ってんのかな。よくわかんない。うん。まあ、ということです。ね。まあ、一年後ね、こちら。ちょうど一年後、また、飲みたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。まあ、皆さん、興味がありましたヤフオクでね、ググると出ますんで、飲みたい方はね、ググるとよろしいかと思います。